はいどうも、フグです。スパイガチェット強化結果6日目ということで、今日はなんとガチョーコバトルの XP が3000に到達しました。これでね、3ルール目のスパイガチェット3000ということで、残りのガチャあさりもね、今月頑張って3000目指してやっていきます。でせっかくなので3000に行った試合のメモリープレイヤーを今回は、見ていこうと思います。さあ、ゴンズイ地区のガチホコバトル。この時間はね、ゴンズイとナメロウの2つのステージでしたね。特にナメロウの方はサメライドを刺されやすいので、このギアでね、今回はやってて、このホコ3000にね、到達できましたね。スペゾースパイガジェット。っていう感じでね、まずこの初動は、普通にホコ割りに向かいます。ホコの初動は絶対ホコ割りに向かう。で、ホコ割り負けてもすぐ塗り広げてね、行くんですけど、この試合ね、この相手の編成が、ウルショ2枚とジムワイパーっていうなかなかね動きづらい編成で、すごいねサメライドも使いづらかった試合だったんですけど、まあ、生存意識高めでね、ウルショもらわないようにジムワイパーとかローラーもね気をつけて、とにかくデスしないようにこの試合は立ち回っていましたね。こう後ろ引きながら顔出してきた相手を倒す。いや本当はねもっと前出たいんですけど、このウルトラショットがねずっと飛んでるから、この試合は大変でしたね。でここはローラーと見合って、この相手がねグレートバリア置いた時用にサメライダー取ってあります。でもここはね段差下にローラーいるって分かってたので、サメライドを使いました。でこの飛んできた相手にね圧かけて、この間にね矛が進んでるから、この相手の足場取りながら相手の邪魔していって、この関門突破はでかいですね。で矛右から行ってるから、俺はこの左から行ってヘイトを稼ぐっていう立ち回りをしています。で相手1人やられてて、こっちにね今2人ヘイト買ってるので、この間に矛をね進めてほしかったんですけど、まあ、ここはね噛み合いませんでしたね。さあここ 2-2 で、これ味方が生存してくれてるおかげで、ここは飛んでね、まだまだ攻めのターンを継続できました。この試合はねちょっとスペゾースパイガジェットをあんまり活かせなかったのがね悔しいんですけど、まあ、なのでこのメモリープレイヤー見終わった後にスペゾーでサメを貯めてどういう場面で使うと強いのかみたいなね、サメの使いどころを簡単に最後ね紹介したいと思うので、よかったらね最後まで見ていってください。でここでね謎のボムの塗りが発生して、足場取られてやられちゃいましたね。まあ、こういうやられ方はしょうがない。でこっから打開なんですけど、打開はね相手のグレートバリアを壊すためにサメライドを使ったりね、まあ、そういう使い方が多いんですけど、この相手の攻めはねローラーが矛持ってるから、まあ、バリアがなかったのでね、サメライドを貯めずに普通にね、メインで行ったんですけど、ここはウルトラショット。もうこのステージのね、ウルトラショット本当に強いから、俺がウルトラショットを正面で受けてる間に、味方に横とか後ろから倒してもらうみたいな、自分がおとりになるように動くとね、結構こういうウルショ相手の編成はいいかもしれませんね。で、スパイガジェットはもう持てるときは矛を持ちます。しかも今回みたいに結構カウントに余裕があるときは、自分がね持っちゃった方がいいと思います。でこう矛所で相手にね圧かけながら、矛所で味方の道を作っていくようにね、味方のカバーをしていくと結構いいと思います。でもこのやられそうだなって思ったらもう前出る、後ろ引いて矛持ちがやられるのが一番危ないから、矛を持ったらとりあえず前に出ましょう。で今回はねあんまり俺スーパージャンプをしないようにしていたんですけど、まあ、その理由がね相手にローラーとかワイパーがいるからなんですけど、ステルスジャンプを積んでても結構ねローラーとかワイパーってすぐ距離詰めてきて、で飛んでるのがバレて一角もらうみたいな、結構そういうやられ方があるから、そういう万が一に備えて防衛の時はねあんまりスーパージャンプは俺はしないようにしています。でこのサメライダーちょっと角度が悪かったですね。まあ、この試合は本当にスペゾーがあんまり生きなかったというか、あんまり相手のローラーがねバリアを置かなかったから、サメライドの出番があんまりありませんでしたねこの試合は。この試合ちょっとね3000手前で緊張していたっていうのはあってね、俺のプレーもあんまり上手くはないんですけど、まあ、結構このアシストも取れててね、まあ、アシスト取れてるってことは味方と連携がね取れてる試合っていうことなので、まあ良かったと思います。で矛を持ったら矛所でまたクリアリングしていきます。であと1分なので、ここもね無茶しないでじわじわと攻めていく。もうしっかり矛所で相手来れないようにしてから、もうちょっとずつね前に出ていく。で前に出るときに気をつけるのがウルトラショット。もうここめっちゃいい反射神経してましたね。この試合結構矛持ちばっかりしてましたね。
しっかりね、保護所でキルも取って、で、この高台にね、圧かけながら、ここはちょっと俺前出すぎましたね。もう少し中央で粘ってもよかったかもしれませんが、でも味方がカバーしてくれたので、ここは、OK です。で、こっから最後の防衛に備えて、サメライドを貯めています。延長戦でバリア置かれて、もうそこを矛通ってリードされるみたいな、それがね、すごい怖いから、バリアに備えてサメライドは貯めておきましょう。で、ここ、ジムワイパーがね、この食ワンダー使ってくれて、この食ワンのヘイトがこっちに向いてる間に、味方が矛を止めてくれるっていう、ここファインプレイでしたね。まあ、っていう感じの試合で、まあ、あんまりね、俺目立った活躍はしてないんですけど、まあ、一番このチームでね、デス数が少なかったり、まあ、塗り広げたりね、塗りポイントとか、そのデス数少なかったり、サポート面でね、一応頑張ってはいたので、表彰がもう塗りポイントナンバーワン、味方のジャンプ先ナンバーワン、アシストナンバーワン。せっかくならね、バトルナンバーワン欲しかったんですけど、まあ、勝てたので OK です。で、これで15キル6ですで、まあ、サメライドは3回でね、あんまり使えなかったんですけど、プラス47っていうのすごいもらって、一応3000いけました。よかったら高評価ポチッと押してくれると嬉しいです。で、こっからはスペゾーでサメライドをどうやって使うのか紹介していきます。さあではね、スペゾーでサメを貯めてどこで使うのか、サメの使いどころを紹介していきます。まずは攻めの使い方、矛割りですね。矛が中央に戻るタイミングを狙ってこのサメライドを今貯めています。で、このスペゾーで貯めて、で、矛が中央に戻ったらサメライドで矛を割る、これ強いんですよね。この使い方おすすめ。この矛割りサメライドはもうあとちょっとでノックアウトみたいな、押し込んでいくときに使えるから、これはマジでおすすめです。3000に行く試合でこれを決めてたら最高でしたね。では続いて守りの使い方。まず一つ目は矛を持つ瞬間を狙う。この矛を持った相手を狙う。特にこのナメローで使うとね、強い使い方です、これは。で、続いての使い方はバリアを壊す。これはね、さっきの試合でも言ってたんですけど、ローラーのバリアを壊す使い方。スパイガジェットはね、結構ローラーとミラーになりやすいから、この使い方おすすめです。はい、ではそんな感じで今回の動画はこれで終わります。皆さんもよかったらスペゾースパイガジェットを試してみてください。では最後に高評価、チャンネル登録、コメントしていただけるととても嬉しいです。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。